立南オープン7周年記念優勝者山田哲也選手の登場です。皆様大きな拍手でお迎えください。ステージにお願いいたします。それでは早速ですが表彰式に行かせていただきます。立南市役所総合政策部総合政策課地域政策係主査竹下光也様より日南市長賞として帯杉の賞状、宮崎牛、それから帯杉製バッグ、帯杉製ランプシェード、日南市オリジナル T シャツ、いちご亭で優勝しましたので白色の T シャツですね、それから亀しずく極みが贈られます。それでは竹下様よろしくお願いいたします。まずは賞状です。率直なお気持ちいかがでしょうか。ほっとします。ほっとしましたか、はい、今日も自信はありますとは話していました。本番直前もありましたか。自信はあったんですけど、はい、風が少し嫌だったですね。あ、やはりちょっとスタートに影響あるかなっていう、ターンの方ですね、はい、なるほど、はい、今日はじゃあちょっとその辺では緊張感を持ってレースには、そうですね、1マークちょっと緊張はしました。そうですか、はいはい、ではそのね優勝戦なんですけれども、スタートコンマ09、スタート展示と同じぐらいのタイミングでした。そうですね、それぐらいいければいいかなと思ったんで、はい、よかったです。さすがのスタートか、トップスタートでした。でその後一周1マークですけれども、どんな風に山田選手からは見えましたか。正直ちょっとターンマーク外してしまったんで、はい、2号艇に刺されたかなと思ったんですけど、はい、刺されてなかったのでよかったです、はい、飛び込んできたのが黄色いカポック、そうですね岡村選手が、はい、はい、でも結構カメラリプレイではまだ見てないと思いますけれども、はい、まはいはい、山田選手は結構抜け出してました。あ、はい、うん、1マークもあってちょっと安心しました。あ、そうですか、はい、じゃあその後はもう優勝だという気持ちで。そうですね、はい、はい、ゴールした瞬間いかがだったですか。今年これで6回目だったん で、 そうなんです、かなり意識はしてたので。あ、そうですか、はい、いつも以上に嬉しかったですね、はい、はい、6回目の優勝となると、SG、ね、クラシックの出場権が得られるということで、はいはい、その辺を意識して、それがバッチリと成果として出た。しかも芦屋初制覇となりました。はい、そうですね、芦屋はちょっと前にちょっと事故も優勝戦でしたことあったので、はい、ちょっと嫌なイメージ払拭できてよかったです。そうですか。まあ、今節はね、本当に長い節だったんですけれども、13戦9勝です。ちょっと全権エンジン引いた時は7日間どうしようかなと思ったんですけど、ね、23% ですよ、はいはい、解説のね川口さんもノーマークだったモーターと言っていました。それをうまく本当仕上げましたね。たまたま、はい、ペラがありました、はい、あとスタートの方もやっぱり意識していったんですか。これ行かないとみたいな。スタートは、まあ、途中からちょっと優勝を意識しだしてからちょっと張り込むようにはしました。はい、そして、芦屋は2度目の優勝で初制覇、念願の朝王ということで。そうですね、はい、はい、朝王の称号を得られてよかったです
はい、朝尾 T シャツっていうのを鶴田選手が作っててちょっとね欲しがってたんですけど、今日は日南市のオリジナル T シャツがもらえたということで、はい、着てくれますよね。なんかたくさんもらえたんで、はい、ちょっとお酒はそんな飲めないんですけど。あ、そうなんですか。はい、それ以外は、はい、活用したいと思います。そしてもう一つ嬉しいことに、通算では993勝1000勝までカウントダウンも始まりました。そうですね、今節だいぶ稼げてたので、はい、今年中に寒くなる前にしたいと思います。お、今年中に1000勝を。はい、はい、でもこのペースならいけそうですね。いけると嬉しいです。はい、はい、次節は11月3日から琵琶湖を走ります。なんか目標かありますか？今その辺ですかね、通算1000勝、まあ、1000勝もあるんですけど、はい、賞金王シリーズの方を、まあ、ギリギリいけるかいけないかぐらいの位置にいると思うので、はい、もうちょっと頑張りたいですね。はい、これからも山田哲也選手の走り期待してるよというファンの方、拍手をお願いします。ありがとうございます。では集まってくださったファンの皆様にもう一言お願いいたします。はい、はい、残っていただいてありがとうございます。ダービーの方もまだやってますので、ぜひ船券たくさん買ってボートレースを楽しんでください。今日はありがとうございました。優勝者山田哲也選手でした。おめでとうございます。それでは選手退場です。皆様大きな拍手お送りください。